これ、そこで見つけたんだけど、あんたにあげるわ。これはブローチ？ナターシャがよく子供たちに手芸を教えてるのよ。これもその時に誰かが作ったんでしょうね。どうして私に？勲章をエリックにあげちゃったじゃない。それほど価値があるものじゃないけど、代わりにはなるかなって。でも誰かが一生懸命作ったものなんでしょ？勝手に持っていくのは。頭の固いやつね。つべこべ言わず受け取りなさいよ。探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいいけど。あ、これよ、見つけたわ。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。これほどいい状態のものが見つかるなんて。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。もし期限が切れてたら効果も落ちるだろうから。それもそうね。これ何かしら。これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いないの？思い出した。私は昔ここに住んでいた。喧騒者に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。あんたが仮想部の人間？いや、それよりもカカリアって、あんたあの大守護者の養子なの？じゃあ。そう、私は喧騒者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。おでもどうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。幻想者の話では守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が選ばれるの。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。ナタはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は過去を切り捨てないといけない。私は選ばれ、カカリア様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。まだまだ力不足であることは否めないけど、シルバーメインの兵士たちが毎日劣化で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。
どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。私はこんなにも無能なのに。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず、生きることにさえ精一杯なのよ。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのはゼーレが初めて。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのでいいなら何度だってやってあげるけど。すぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。なんでそこまで自分を追い詰めるわけ？ベロブルグの未来の守護者として、私は常に自分の行いと考えを見つめ直す必要があるから。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。ええ、では少しの間だけ考え事は横に置いておきましょう。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤、近くを探してみるか。よいしょっと。あった、ここだよ。ありがとうパーキンス。どういたしましてクララ。警告警告、脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人会ったことがある。悪い人じゃないですよね？了解、脅威対象から除外します。防衛モードオフ。ここは危険だから早く帰った方がいいですよお兄さん。クララも鎮痛剤を探しに来たんです。流浪者のキャンプで怪我人がたくさん出ています。採掘者の方々もですよね。皆さん仲良く過ごせたらいいのに。はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。スバローグはクラーラの家族です。小さい頃にクラーラを引き取り育ててくれて家族になりました。大航空でのことは本当にすみません。スバローグはクラーラ以外の人間を信用していないんです。特に自衛の皆さんも。決して傷つけたいからじゃありません。スバローグはただ自分の計算結果を信じただけなんです。人間との交渉を彼は非効率なものだと思っているので、支援の皆さんは
人々を連れて仮想部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。彼の計算によると地上はもう安全ではありません。少なくともスバローグの計算結果ではそうです。自分の責務はソンゴにあると。そのために人類を守る選択をしなければならないと彼は言っていました。地縁の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも彼の態度を変えることはできません。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。いつかきっとクラーラの言葉になら耳を傾けて。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは地縁のゼーレお姉さん。ここに来た理由は？愚弄者のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ、そういうわけじゃなく、愚弄者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上集落には診療所もないので、クラーラが力になりたいと思っただけで。それに皆さん悪い人ではありません。まともに生きようと頑張ってます。お姉さん、この薬もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ分けてもらえないでしょうか？流浪者たちもひどい怪我を負っているんです。わかったわ。じゃあここにある鎮痛剤を私たちで分けましょう。本当？ナターシャさんに聞かなくても大丈夫ですか？ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど、彼女ならきっと分かってくれるはずよ。本当によかった。ありがとうございます、ゼーレお姉さん。あとは帰るだけ。ここは危険だし、よければ送っていくけど。大丈夫です、パーキンスがついているので。それに他にも探したいものがあるんです。そう、それじゃあ気をつけて。抗反と包帯、医療用アルコール、鎮痛剤。よし、これで全部揃ったわね。さ、行きましょう。時間も予定通りだわ。ナターシャのところに戻るわよ。